どうしました？珍しいですね。西島の親分が運動時間中グラウンドにいるなんて。そんなことないやろ。それよりその親分ちゅう言い方、ええ加減やめてくれ。今さらいいじゃないですか、同部屋の馴染みなんてし。それに西島さん、元は東条会の大親分さんだったって話じゃないですか。誰に聞いたんや。誰とかじゃなくて、かなり噂になってますよ。昔18人相手に一人で飛び込んでいった伝説の殺し屋だったって。シャバで有名だった受刑者の噂はすぐに広まりますからね。あ、そうそう、そういえばそろそろじゃないですか。何がえ。仮釈放っすよ、仮釈放。もう西島の親分が入ってきてから2年くらい経ちますよね。そんなもんやな。確か親分の罪状は傷害で3年でしたよね。ならそろそろ仮釈放の強化が折れてもおかしくない頃ですよ。そううまいこと言ったらいいけどな。まあここの刑務官、特にあの副署長さんは冷徹な感じがしますからね。副署長？ああ、あの愛想ない刑務官のことか。まあお互い刑期も短いことですし、刑務官、特にあの副署長には目つけられないよううまくやっていきましょうよ。ああ、そういえばババちゃんが親分さんのことを探してましたよ。ババ？やだな、忘れちゃったんすか。同部屋のババちゃんですよ。ああ、あの若い兄ちゃんのことか。ババちゃんなんか親分さんに相談したいことがあるみたいでしたよ。俺が相談なろうかっつったら、同業の人にしか話せないって断れちゃって。同業？ちゅうことはあいつも筋もん言うことか。ま、何の悩みか知りませんが、時間があったら話聞いてみてやってください。ババはどこにおるんや。さあ、あ、大島さんなら知ってるんじゃないですか。あの人運動時間中一歩も動かないでベンチに座ったままグラウンドの様子眺めてますから。わかった、聞いてみるわ。なあ、西島の兄貴、俺のこと探しとったみたいやな。まあ、署長室で正式に辞退したいって返答してきました。なんやと？だってここ出たって何にもいいことないし。まあ、今まで黙ってましたけど、実は自分もともとは北海道の組の人間でして。大島のおっちゃんから聞いた。殺し合ったんやてな。ええ、二十歳の頃です。当時組同士の戦争があって、それで当時俺の兄貴分が本家の直参やってて、もう少しで幹部に昇格できるってところまで来ていたんですけど。それでお前がその兄貴分の男に代わってやったと。はい、兄貴は自分が偉くなってすぐに俺が無所から出られるように手配してくれるって言ってたんですけど、それから何年経っても音沙汰なしで。最初は入った無所が関西だから面会に来れないんだと思ってました。でも7、8年過ぎたあたりからだんだん現実が見えてきて、ああもう俺捨てられたんだろうなって。ババちゃん。あ、すいません、辛気臭い話しちゃって。でももういいんです、吹っ切れました。理由がどうあれ俺は人を殺した、だから報いを受けるのは当然なんです。10年勤めたところで俺の罪は消えるわけじゃない。それだったらいっそのこと最後まで罪に向き合ってみようかなって。ほんまにそれでええんか。お前
ほんまは怖いんとちゃうか？表出んのが。西島の兄貴。実は俺もそうやった。無所で何年も飯食うてると、外の世界が怖なってしょうない。そやけどな。いくらここにおっても罪は消えへん。一度心焼かれた人間は表出なあかんねえ。表に出て現実に踏みつけられて必死に生きて初めて罪の償いになるんや。そうやって自分の生きる場所見つけるんや。どんな辛い道が待っとってもな。あいつら確か木工作業班の連中。何の用や。分かってんだろ。うちの班長が呼んでる。ちょっと顔貸してくれよ。何なんですかあいつら。西島の兄貴と何の関係が。お前は引っ込んどけ。なんだ後ろのガキは。うん、同部屋の若造か。そうか、お勤め中に忠実な兵隊スカウトしてるってわけか。こいつは関係ない。用あんのは俺だけやろが。まあいい、ついてこい。連れてきました、班長。一週間ぶりだな、冴島。やるならさっさとせえ。そう怒んなよ。せっかくのお楽しみの時間なんだからさ。おお、あれだけいたぶってやったのにもうこんなに治ったのか。うわあ！始めろ。西島の兄貴、兄貴、どういうこっちゃ。これ木工班の釘原にやられたんだ。釘原って半年ぐらい前に入ってきたあの気持ち悪いハゲか。理由は分からんが、3ヶ月くらい前から西島は釘原のグループに狙われていた。週に1度か2度運動時間中に呼び出され、継続的に暴行を受けている。大島のやさん、あんた前からそのこと知ってたんすか。一度西島が鎮痛剤が欲しいと言ってきてな。理由を聞いたんだ。なんで黙ってたんすか。こいつに口止めされていたんだ。同部屋のお前らにはこのことを言わないでほしいとな。くそ、最初から分かったら俺たちが釘原から守ることもできたのに。無駄だ。そんなことしたら
俺らまで国原に狙われるだけだ。それに冴島は自らの意思で無抵抗を貫いているんだ。こいつがその気になればあの程度の連中相手にはなるまい。